リアルに憎い寝をいただいてちょっと嬉しいなと思うんですけれども本当にあの中に、ね、5kg のプリンが入ってしまうその大容量というのにもちょっと驚かされましたさあシリーズとしても17本続いているわけですから撮影では本当にたくさんのエピソードがあったようなんですがこう全シリーズを通して印象的なシーンはやはり先ほどネット田さんもおっしゃっていましたがこう本を囲んだ家族での団乱シーンかと思います。さとということで 本日は食にまつわるプライベート写真をお持ちいただいておりますちょっとご紹介いたしましょうこちらですさあこの写真はどなたのものでしょうかこれ私のアンさん、はい、これ、うん、なんでどっかのお店の、うん、お店ですよね <laughs> お店の写真みたいじゃないですかこれ全部アンさんが作られたんですよねなんかたまたま家にあった食材が割とわりと急に集まるってなったんで野菜しかないっていうことで でもまあ女子だけだし野菜だけでも喜んでもらえるかなっていうのであの2種類のお豆腐冷ややこオリーブオイルの冷ややことだし醤油の冷ややことあと生オクラの浸しとでそれから納豆のスパゲッティとあと三つ葉ととうもろこしのかき揚げと生麩の。 唐揚げみたいなすごいいやさすがこうなんか女子会っていう感じがしますよねそうですねなんかみんなやっぱりあの同い年ぐらいの子だったんですけど喜んでくれてペロって食べてくれました喜びますよご用意いただいてるようですさこちらもその女子会の様子ということで絶品パスタとありますすごいなこんなのうちで食べないですよ本当にこれはですねあの家族がうさぎをこうやって持って帰ってきてはっ それをさばいてあのシチューにしてえー、で私はカリフラワーのサラダとかルッコラのサラダを中心に作ったんですけど結構、えー、う,うさぎが美味しくてえお肉は普通にこう食べてで、うん、余ったそのソースをあのラグーソースみたいに最後パスタに,スタにあのベーコンとか加えてっていう感じで。 なかなかあんまり食べる機会うさぎないですけど、ないないすごい美味しかったです。ないないすごいですね。うん、何から何まで。本当ですよね。女子会結構頻繁に開催されるんですか。まあ女子会だったり、あとは本当にあの友達が10人単位で来ることが割とあるので、<ー>で今このこちらの冷蔵庫を私<お>あ<の>使って使ってるんですけど。ありがとうございます。あの食材もこう。 作り置きししてどんどんんんお皿のまんま入れられらるしあ,あ,と、ね、あとやっぱり飲み物がこう冷やしてたく,たくさん冷やしておけるっていうのもすごいこの大きさの役立ちますね。っ、う、て、ん、もう本当にね今日実際にあるものと同じカラーと同じ形ということで,で本当にインテリアも、えー、あのすごく木目調で,で,おです、ね、気に入りですそしてあともう一枚あるようです。さあこちらは これはシチューだったりはなんかちょっと洋風のスパムの春巻きだったりサラダだったりっていうので下に映ってるのがあのちっちゃいんですけどポテトサラダですだちを皮ごとスライスして入れてみたんです、えー、でそしたらその結構皮の苦みとか酸味とかがあのなんかポテトサラダに調和してな、えー、なかなか皮ごと種だけ取ってあとはもう本当に。 へえ、呼吸と絞ったんじゃなくて、ね、もう皮ごと栄養スライスしておで。はい、なかなか美味しかったです。いや、やっぱりこう食事の話をするとね、女性は盛り上がりますけど。<laughs> 若林さんがちょっと取り残されてる気がしますが。が <laughs> や,やっぱレベルが高すぎて。えーはい、自分ではその作れるものじゃないので、びっくりしてますね。うん、本当だよね。 すごいですよ、本当ですね、この忙しいアンさんのスケジュールの中で、これだけこう日々お料理されてるっていうのはすごいなとい感じが、うん。素晴らしい。まあ、でもあのよ、よくできたなっていうのだけ写真撮ってるので、<laughs> そうじゃないご飯もいっぱいあるんですけど。いやいやでも、美と健康にねすごく気をつけていらっしゃるというのがすごく出てますよね。わかりますよね。では続いてこちらです。さあ続いては、あ こちらは <laughs> なんと私の地味なこの漢字なんですけれどもこれは世良、あのー、正リさんって、あのーはい、歌手の世良さんが五穀をあのプロデュースしてらっしゃって<ー>それをいただいた日にあの炊いた時の写真です<ー>あの私もあそこにあるこの炊飯器で<ー>初炊きしたのがこの五穀米を<ー>、はい、あのおかまがあの来た日にた きましたでまあ大抵あんなようにラップに入れて、まあ、すぐ冷凍するというのがまあもうあのすごい大きさがこうちゃんと同じ形に <laughs> 一応あの入れるあの, <laughs> あの容器が決まっているので大抵それに入れてまあ同じぐらいの形にしてこれね入れて入ってる時はなんかこうちょっと幸せな感じになるんですね。 うちにご飯があるっていう,ああう <laughs> なんかあのちょっと幸せな感じになりますはい、はい、では続いてのお写真です、はい、あこれもう美味しそうだ <laughs> 私の、はい,いまあのお稽古場に舞台のお稽古なんかあるときにあのま自分で作ったものをちょっとだけ入れてあの休憩まで、ね、すごく短いのでどっか食べに行ったり買いに行ったりする時間もなかったりするとあの自分で作ったものを 必ずあのご飯入れていきますご飯離れって言われてるけどやっぱご飯食べないとちょっともたないなと思って必ずご飯ちょっと入れていきます本当にこう女性陣はこう美は食からなんて言いますけれども本当に食をねちゃんとこだわっていらっしゃるなと思いますけれども若林さん、こういったね健康管理してくださる方をね、知けないと、はいはいね。なかなかまあその気配がないのでね。